丈夫と声をかけられ勘違いし犯罪に加担してしまう事例もある。さらに若者自身も犯罪意識を低さに影響しているのだ。闇バイトって積極的に声をかけるという勧誘することはあります。でも自分から志願してくる人も多いと思います。未成年としては友達に言われただけで SNS に入る。しかも法律にある場合犯罪を含めて見せたときある場合どうして、それぞれ自分だけが悪いわけではなくてそれをお願いして